はい、こんにちは、隊長です。ズラタン監督キャリア、ミラン編、続きやっていきたいと思います。今回は、遺跡市場が最終日を迎えて、まあ、誰を補強するか、というところからスタートしますね。現在のミランの遺跡予算が、7800万、ということで、ま,あ、まだ、獲得できるけど、今いるメンバーの中から出せる選手もいるので、今シーズン獲得した4人は、リング、小林純也、 ラキティッチ、エルシャアラビーの4人なんですけど、今、放出濃厚の選手が2人。えー、ローレン、移籍金3000万ぐらいですね。レバークーゼンかブライトンに移籍予定。だけど、レバークーゼンは個人間で交渉決裂。今んところちょっとブライトンと交渉中っていう感じですね。まあ、ローレンは正直、使う理由も特にないかな <laughs>。強いんだけど、なんか総合値とか見たら。そして鎌、カマダ。 カマダ売るかどうかめっちゃ迷ったんですけど、売ります。はい。レスターから3000万来てるからね。まだ若いし、全然使えるんですけど、チャルハノールとマルディーニがいるんで、マルディーニは売りたくないし、ちょっとチャルハノールとカマダで迷ったんだけど、だったら最初からいるチャルハノールを残そうかなということで、カマダ売ります。で、 やっぱ、後ろの補強が重要ということで、ミランに移籍する噂がある、ヤスとか、あとはね、ちょっと、デシーリオも獲得考えたんですけど、ブライトンに移籍したばっかなんだよね。てか、ミラン、就任してすぐデシーリオの情報見たけど、もうブライトンに移籍してたから、多分ね、昨シーズンに移籍したと思うんで、次の移籍市場で取れると思う。センターバックの補強はもう一人、ムサッキオ、元ミラン。 さっきよ、こういうフェイスじゃねえかー。今、殺走路にいるんだね。ああ、格安で取れるなー。あとは、バカ横ですね。今、現実ではナポリンにいるからなー。バカ横どうしようかな。獲得しようかな。あ、ローレン売れましたね。 これで遺跡予算が1億いったぞ。富ス1580万から2000万の間。行きましょう。ズラタン監督が富スを獲得。じゃあ1500万ぐらいにする ?1500 万で。今お金あるから。別の方法を考えてます。コンティと富スのトレードであれば、遺跡金を発生させずに。ええー。トレードか。コンティか。富ス右サイドバックできるもんな、一応。う迷う。いや、やめときます。はい。1500万払うわ。選手のトレードを削除。 もう金で上げてきやがった <laughs> 1980万あいいですよさあ冨安とは似てねテンション下がるわローテ要因 PC 版だったらな固有にできるんだけどてか最初から PC 版でやればよかったじゃんうわーもったいな PS5 だからっていう理由でやり始めたけど今になって後悔してる <laughs> うん <laughs> まあミランにステップ アップアップなんで、まあ、3万ユーロぐらい与えましょう。ボローニャで2万もらってるから、2万5000もらってるんで、ミランに来たからには、えー、3万に上げます。よし。うわぁ、今シーズンミランめっちゃ獲得したり、放出したりで、<laughs> すごいな。 これは、めっちゃお金動かしてるよ。鎌田も売却です。まあ、鎌田の売却で、冨安のお金は回収できたね。じゃ、次、無策器を獲得しましょう。元ミランの選手は獲得しに行きます。一応他にいっぱいいるんですけど、もうなんかみんな引退するらしいんで、もう少ないんだよね。上げてきやがった。1140万。血の予定してた額より高いですけど、ま、あ承諾しましょう。主力選手。いや、主力はきついわ。無理無理。主力はエリック・バイリーとコナテなんで。 お前二軍からだわ。ほぉ<う>。<laughs> マジか。まあまあまあ、いいでしょ。もう一回ローテってやったら断られそうだもん。選べない。サブ要員か今後に期待だ。わかりました。って言って出さねえから。<laughs> 1年まあ1年でいいよ。1年だと契約更新できないっていうデメリットあるんですけど、まあ1年でいいです。たっけ給与。まあもう32歳でしょ。少しはまけてもいいでしょ。2万5000。上げるのはないな。2万5000。<laughs> ま、あいいですわ。富安獲得できたんで、今回は良しとしましょう。じゃ、バカ横の獲得だな。バカ横の獲得ちょっと、あ、ランパードなんと督、身長同じだし <laughs>。バカ横ちょっと遺跡予算がわかんないんで、もう遺跡市場が終わっちゃうので、レポートは多分届かないと思うから、バカ横、オッケーオッケー。遺跡金、判明した。2660万、なるほど。 まあ大体相手の市場価値がわからないときは、こうやってトレードで何人か試して判明させるっていうやり方が一番いいかなと思ってます。まあ、2660万だったらいいでしょう。さあ、バカ横さんはチームの要です。問題は給与なんだよな。これがわかんねえんだよ。いくら欲しいのか。5万5千 まあ、バカ横レベルの選手だったら、結構バカ横には期待してるんだよね。承認します。5万5000。よし。結構獲得した。無差キをだけは、あのー、獲得失敗したんですけど、もう遺跡史上最終日なんで、無理です。6人獲得しましたよ。<laughs> めっちゃ獲得したのに、まだ予算こんぐらい残ってっからね。ナポリもまあまあ <laughs>、出してんな、選手。まあでも今シーズンのミランは、 出費が1億2000万に対して利益が1150万なんで全然だね全然めちゃくちゃいいじゃん <laughs> 金の使い方うめえなおいさあというわけで移籍市場が明けてからのリーグ戦 j ェノアですねそういやチャンピオンズリーグもグループステージが発表されました チャンピオンズリーグ、ミランはグループ G、トッテナム、レアル・ソシエダ、スパルタク、モスクワと。でも他のグループ見るとそんな厳しいグループじゃないね。グループ A、PSG、インテル、PSV、スラビア・プラハ。グループ B、シティ、バルセロナ、アタランタ、ガルタサライグループ C、チェルシー、ドルトムント、ローマ、ディナモザグレブだね。グループ D、 ユベントス、ベンフィカ、レバークーゼン、チェスカ、モスクワ。グループ E、リバプール、アトレティコ、オリンピック、リヨン、クラブ、ブルージュ。グループ F、えー、マンチェスター、ユナイテッド、ライプツヒ、アヤックス、シャフタールドネツク。で、グループ G で、グループ H、バイエルン、レアル・マドリード、ポルト、ザルツブルクと。まあ、割と、この中で見れば、しょっぱいかな <laughs>。しょっぱくはねえか。まあ、トッも強いえし。 レアルソシエダもまあまあやると思うんで、まあ、スパルタク・モスクワには余裕で勝つでしょう。はい、というわけで、セカンドチームはこんな感じです。ゴールキーパーは小林淳也、小葉淳、18歳で総合値63、194センチの日本人ゴールキーパー。で、フォーバック左からデイビスですね。左サイドバックとセンターバックができて、22歳のイングランド人、若い。スピードもあり。 総合値70あると。で、富安。しばらくは2軍で頑張ってもらいましょう。まあ、右サイドバックもできるので、こっちにした方がいいか。逆にした方がいいか。で、センターバックはね、少ないんで、<laughs> エリック・バイリーもう一回登場。で、右サイドバック、カルル。アンカー、ベナセル。で、ウォード・プラウズ、ラキティッチ、カスティジェホ。 で、マルディーニ、レビッチですね。この2軍のキャプテンは、えー、うん、とりあえずジュ順でいいや。あとでよく考えて決めます。ジェノア戦はちょっと2軍でいこうか。まあ、ジェノア相手だとちょっと怖いけど、まあ、まあ、いけるな。大丈夫そうだな。うん。確かにキーパーの位置めっちゃ不安ですけど、まあ、なんとかやっていけるんじゃないかなと思う。まあ、1軍と2軍分けて使った方が、どっちかね、休憩できるんで。リーグ戦は結構2軍チーム。 対応していこうかなさあ冨安移籍してきたばかりのヤ安がどういう守備を見せてくれるかあとキーパーのコバジュンですね <laughs> よくよく考えたらセンターバックそしてキーパー日本人おおナイスコバジュンしかも長ズボン履いてる <laughs> LA ギャラクシーの時の設定が反映されてんじゃん LA に行った時は長ズボンに設定したのにならなかったからね 早速コバジュンスーパーあ待って待って誰か怪我ってるはちょっと待って怪我してる選手いるんだけど何が起きた早々の失点誰怪我ベナセルマジかよあよかった一応隣がいるマジかよ今のベナセルが怪我じゃなかったらカットできてたと思うんだけどなカルルラクティッチ マルディーニ、マルディーニ、マルディーニ。あー長い。ナイス、ウォード・プラウス。ウォード・プラウスは一軍レベルの選手ですけど、一軍と二軍両方で使います。フリーキック、蹴れるしね。ラキティッチ。おレヴィッチ、レヴィッチ。ああ。 トミスここおおいいねいいねいいね富安いいよ隣マルディーニ左サイドバックデイビス中央フォードプラウズラキティッチが空いてるけど時すでに遅し カスティジェホー来た空いてるレビッチレビッチこれはいきましょううわ外したマジかよまずい縦抜かれたよいしょコバジュンナイスセーブやべえあーもうユうコと全然違えレベル違えはユうコとユウコだったらそこ決まってたわ <laughs> やっぱり小林淳也だな LA ギャラクシーでセイゴルキーパー勤めてただけあるわこれイブラヒモビッチが見つけ出した逸材ですからね小林は十分セカンドチームでやれるっていうのは今証明されたきたオらレビッチ後半メンバー変えずにいきます後半もしかしたらレオン出すかもしれないレビッチに変えて ダメだ出しどこがない隣この距離から狙っていくうーんいいねこっちの時間帯になってきてるよさあマルディーニからサイドデイビスこれといけんじゃない隣お入った隣やっぱ違いますねピルロ2世じゃねえわ、うん、ピルロ2世とかではなく隣です、はい、サンドロ隣です こんな前上がらんしょよ,よし同点に追いついた圧巻やばいああーマジかうわーいらねえスライディング入れたーあのまま打つと思ってスライディング入れたんですけど横にパス出したね <laughs> このシーン冨安するって抜かれて <laughs> いや落ち着いてないで72分選手交代レビッチを下げラファエル・レオンそしてバルディーニ一旦下げますチャルハノールチャルハノール動画に出てくるのは初じゃないかな <laughs> よしあべ打たれたナイスコバジュンナイスかっけ今の反応見たほら よトミヤス、トミヤス、ナイス危ない。カスティジェホ、ラキティッチ、レオン空いてる、来た、マイナスに下げて、うわあ、あそこ冷静さ欲しいのよね、<laughs> すぐ打つんじゃなくて。 ウォード・プラウズレオン空いてる、アいデル低弾道、もうお前も外すのか終わっちまう最後、試合終了間際の1点エリック・バイリー、同点これよ、これ最後の最後まで諦めないいやーいいね。 本当は勝ちたかったけど、まあ、2軍メンバーではこんな感じかな。まあ、1軍だったら全然余裕で勝ててました。多分あまあよく同点に追いついた。ベナセル、怪我の様子は、あー肩の脱臼、2ヶ月離脱。まあ、そこまで影響はないけど、痛いな。よーし、チャンピオンズリーグにミランが帰ってまいりました。 イブラ政権のミランはチャンピオンズリーグ優勝を目指しますからね。チャンピオンズリーググループステージ突破は第一目標に過ぎないと。ミランってチャンピオンズリーグ最後に優勝したの ?2006 年とかかな記憶の限りだと。2005か2006だった気がする、ね。ここ数年はね、ミランの成績、まあ、リーグ戦かなり低迷してるんで、欧州での成績はね、あ、チャンピオンズリーグって13、14年シーズンが最後なの。 それ以降は、まあ、なんか何シーズンかは欧州の大会に出られない時期があって、あ、ここ3年はヨーロッパリーグか。チャンピオンズリーグ帰ってまいりましたよ。<laughs> あ、2006年、7年シーズンですわ。優勝したの。これはイブラ監督やらないとね。第一節はレアルソシエだと。とりず挑むメンツはファーストチーム。どうしよっかなー。 おみやすはちょっと疲れてるから、今後チャンピオンズリーグ先発あるかもしんない。隣は連続出場ですけど、使っていきます。最悪疲れたら、ウォードプラウズを入れていく。よし、こんな感じでしょ。どんなルンバ、テオエル・なんですコナテ、バイリー、コンティ、バカヨコ、ケシエ、隣、エルシャーラビ、チャルハノール、リングでいきます。とりあえず第一目標は、グループ首位突破です。はい、これはもう、絶対条件。いやでもなんか、リアルの方だとミラン、シエルいけそうにないよね。どうなんだろう。 またなんかリーグ戦厳しい状況になってますからね結構拮抗はしてるけどリーグ戦の方はいや頑張ってほしいなリアルのミランは <laughs> 現実のミランはまだイブラヒモビッチは健在ですから <laughs> こっちの世界は監督になっちゃってますけどまあ転生の選手がいますからねリングよし行きましょうチャンピオンズリーグ開幕ミラン対レアル・ソシエダ帰ってきたミラン <laughs> 現在はレアルシイド空いてるきたきたリングこれいいんじゃないはい、早いこれが一軍、ミラン <laughs> 早速開始5分イブラヒモビッチの転生リングが先制点ぶち込みました素晴らしいゴールですね マジで今シーズンのミラン強えからうん <laughs> 中盤も強えしなあもうケシエ強いそこの勝負が強いってのはいいよなケシエエルシャ・アラビーリングチャルハノールいやもう何この流れるパスワークコンティファーサイドうんー またリング決めるいや両サイドバックこの試合よく走んないやこのクロスも完璧すげえリング開始して10分ぐらい経ってんのもうチャンピオンズリーグで2ゴールあげてますリングチャンピオンズリーグ初デビューでハットトリックってやばいっすよ これはどンなルンマーキャッチいや強いこの当てうん、バカよこエルシャラウィケシエ狙っていきますうわ入っていく吸い込まれていくゴール <laughs> やべ今日のミラン調子いい今まで以上に調子いいぞ ゴールに吸い込まれていくゴールでしたね、これは。うわあ。ケシエ、なかなかいいコントロールシュート、打つじゃねえかナイス、バカヨガ、やっべ、守備も効いてる、なんじゃこりゃ、ああ、大丈夫です、はい、守備大丈夫です。 いや今度こそ、キジトとかブラホルムの出番なくねこれ <laughs>。マジで言うけど。今度こそないでしょ。PSV の時もさ、いやー、ちょっとキジトブラホルム、オランダでは活躍できねえんじゃないかなって、なんか言ったような気がするけど、いや俺、今度こそね、多分無理だとは思うえ。だってもう、ワントップにリングいるんだよ。中盤にはさ、ね、バカ横、トナーリ、ケシエ。 プラスウォードプラスいますかねラキティッチとか <laughs> いやもう無理だろ <laughs> 無理無理無理いや獲得は一応するけどさどこに活躍のチャンスあるこのメンツ見て記事とも厳しいと思うわ今度こそ積むな <laughs> 彼2人は、まあ、マナコフはやれると思うんですけど LA ギャラクシーに閉じ込められてるんで <laughs> 教えてくれ この,このメンツの中でキジトとブラホルムが活躍できるっていう理由を <laughs> チャルハノール、さあ来たよリングめっちゃオフサイドですけどいやー、ハットトリック4-0この試合のミラン止まらねえ試合終了4-0ですいやリングやべえシュート3回ゴール3 Be forgot and never brought to mind. Should all acquaintance be forgot and all anxiety?